そうあのね白弁ゲリ野郎のもう理由が分かったなんでって後ろから来たからケツだろうなよあって振り向いた時にこうザクッてやられたいや不可思議じゃねえから傷あるからうん FC ーかなんかではあのケツ出しても平気だから俺確か見せてたはずだよこんぐらいだよ バカだこれさしてよそのまんまにしときゃいいのも横に動かしやがってよクソガキよ白いうんこの原因はあのー、飲みすぎもう食べないで飲みすぎうんじゃあ後ろから来たんだよだ俺がよけたんだよこうやって肘で「おい」っつって来たのが 確かそいつはパクられたのパクられてないうんいやぶれてねえから全然そうだから最初刺されたって思わなかったんでドンって「わっ!」っつってやられたってなんかドンって言ってたから「あっ!」ってこうやって肘でこうやってよけた 私はね意外と大して出ない思ったほど、うん、前は多分出ると思うけどケツは出ねえな意外とうん、うん、ケツは意外と出ねえんだってこれ俺もさもっと出るかなって思ったけどいやだからここでケツ見せたらお前ら通報してバンにするだろっつうんだよ いやあのね刺さ,刺,し刺されたことに気が付いたあとが痛いうんそうあのね気が付くと痛くなるあれ不思議だよなだから見せねえっつうんだようんうっせえなこの野郎 松沢病院行ってこい。もう、もう別にくっついてるからいいよ、言い,いわし、この野郎、うん。いや、暑いよ。暑いよ。カーってしてくるよ。うん。いや、毎日毎日話が変わるなって、昨日そんな話なんかしてねえだろが、おめこの野郎。マサよ、てめえよ。お前よ、やっちまうぞ、この野郎。 あの,の嘘も面白いだろうああ今日は生きてんの今日は生きりパターンでいってっからやああこの野郎んかよ俺ちょっとちらっとよ闇情報で聞いたんだけど誰か配信者一人近いうちパクられるらしいなああハ <laughs> まあ誰とは言わねえけどよ。お、まあ、俺じゃねえよ。うんう。詐欺でパクられるらしいな。うん。詐欺は重いよ。執行猶予つかねえかもな。頑張って行ってこいよ。うん。俺別に詐欺なんかしてねえじゃん。ヒントはあげない。それはほら警察の内部情報だから。 だから給金詐欺なんかかかしてねねええじゃねえかよだから却下されてんじゃねえかバカバカな野郎まあ君たちが知ってる配信者だと思いますけどねはい内部情報をお前が知ってるわけねえだろおまわりから俺が聞かれたからだよそういう話耳入ってねえかっつっ だから、俺に聞くってことは、ああ、なんか、捜査入ってんだな。内定かなんかもうかましてんだな、みたいな。ああ、みたいな。へへへへ。お疲れちゃーん。早くガラかわした方がいいよ。札出る前に。 嬉しいよだってくせ癖の人よりいなくなんだからよ、うん、クソだよ着信履歴見せてお前携帯番号さらしたら番じゃねえかよソースも出さないよ、うん、俺は今ねこういうネットのねあのプライバシーに関わることの最 提言もうここを超えたらアウトっていうのは超えないようにしてるからバンになったらアウトだから佐野の生きる道だからここがはいよろしく「バンになるぐらいだったら便になりたいよねうん」へっ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 へ 無理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 お前らは無力なんだから何もできやしねえんだからお前らあ,あ便弁になってもよこびりついてやるからよそう簡単には流されねえからなお前よあ 悪いけど。な言ってんだよねえぞこの野郎。クソだよ。あ俺がクソか、うん。一人暮らしだから誰もブラシ使うってこすって俺をこびり落とすやつなんかいねえんだよ俺が自分でやんねえ限りよ。 いい